どこから吹き抜ける風が防空壕で死んでしまったらしいの声に聞こえて、私は思いっきり身を塞ぐ。ちーちゃんとはずっと一緒にいたいけど、こんな真っ暗なところで過ごすなんて嫌だ。人を誰も助けてなんてくれないし、私が何とかしないと。でもどうしたらいいんだろう。さあ、ということで、選択肢ですね。ロープを探す。懐中電灯をつける。懐中電灯は、そうだ。もう一回切ればまた明るくなるんじゃないかな。何度も地面を踏んで懐中電灯を確認すると、私は思いっきりそれを蹴飛ばす。けれど、ガランガランと電灯が転がる音が聞こえるばかりで、明かりはもうついてくれない。やっぱりダメだ。もう中の電池がなくなっちゃったのかな。電灯もついてくれなくて、ロープ見つからない。やがてあたりがシーンと静まり返ると、この洞窟みたいに真っ暗な不安がズブズブと湧き上がってくる。ねえ、ちーちゃん。このまま迷子になったらどうしよう。大丈夫だよ。私がついてるから。でも、私がロープを離さなければこんなことに。ならなかったのに、と言おうとして、喉の奥に言葉を詰まらせてしまう。私のせいだ。ロープを離しちゃダメって分かったのに。それでちーちゃんもごめんなさい。もし、このままずっと帰れなかったら。心配しないで、かごめちゃんは。私が守るから。私の手を握りしめるちーちゃんの手は冷たい。でも、不思議と安心できる手だった。不安な気持ちや転ぶさをひんやり冷やして落ち着かせてくれる魔法みたいな手。行こうか、おみちゃん。私、暗いところ慣れてるから道わかるよ。暗いところ慣れてるの？私の手を引くちーちゃんは、それには答えず、どんどん先へと進んでいく。かごめちゃん、私の手離さないで。もちろん、と私は思った。うん、って何度もうなずいて、ちーちゃんの手を痛いくらい握りしめる。ちーちゃんはまるで明るい道を歩くのと同じように、暗い道をすいすいと歩いていった。どうしてお星様も薄さもなくて、夜よりも真っ暗なのに道がわかるの。それに、私はこんなに怖いのに、ちーちゃんはどうして平気なの？いつも勇気があるなって思ったけど、怖くないの？たくさんの疑問が私の中で風船みたいに膨らんでくる。怒るかもしれないけど、聞いてみようかな。さあ、ということで、ここでも選択肢ですね。まあ、仮一を考えるとな、聞けないかな。ダメ。やっぱり聞けないよ。もし私のために我慢してくれてるんだったら余計に聞けるわけない。大丈夫だから、絶対に助けてあげるからね、ちーちゃん。そう言ったら、ちーちゃんの手はふるふると小さく震えていて、怖がりな自分が情けなくなってしまう。不安なのはちーちゃんだって一緒なんだ。今度は私が助けてあげないと。かこみちゃん、もうすぐだよ。もう、明かりが見えますね。ちーちゃんの声にそっと顔を上げると、前方から光が差し込んでいた。明るいってことは、それだけでこんなにも安心できるものなんだって、この時出した初めて知った。よかったね、ちーちゃん。よかったね。ここまで来れば、もう足元を確かめながらゆっくり歩かなくたって平気。走ったらって転ばずにゴールできる。ちーちゃん？けど、どれだけ私が手を引いても、ちーちゃんは、目が生えたみたいにそこから動かない。光の元へ帰っていくのを怖がってるみたいに。ちーちゃん？私の手の中をちーちゃんの手がゆっくりとすり抜けていく。猫みたいにするりと、最初からここには何もなかったっていうみたいに。ちーちゃんの冷たくて優しい手が離れてしまった。かごめちゃん。ちーちゃんの声は進んでいて、それはいつかテレビに見た、北極の冷たい海を思い出した。どこまでも透き通ってるのに冷たくて、怖いくらい穏やかなのに全てを凍らせてしまう冷たい海。もう私、かごめちゃんには会えない。いきなりのことに言ってることの意味がよくわからなかった。ただ胸がギューッと痛くなるのを感じることしかできない。かごめちゃんとは今日で別れなの。どうして嫌だよ。絶対に嫌だ。いろいろな思いがあるのに言葉にできたのはたった一つだった。ちーちゃん、寒い、すごく寒い。それは洞窟が暗いからじゃない。ちーちゃんの言葉で胸に穴が開いたからだ。痛くて寒くて悲しいけれど、不思議と涙は出なかった。ただどうしていいのかわからなくて、私はちーちゃんの指を引っ張った。遠慮がちに掴んだ右手の中指、その指にはお祭りで買った指輪がはまってる。どうして？どうして別れなの？
ちーちゃんは、慣れてはまだった。ねえ、どうして？私のこと嫌いになったの？だってまだお人形に名前も付けないよ。ねえ、どうして？私はちーちゃんの腕を引っ張った。力いっぱいに引っ張った。一歩、また一歩。私たちは、ゆっくり洞窟の出口に近づいていく。今、ちーちゃんには洞窟の呪いがかかっていて、太陽の元に戻れば、いつものちーちゃんになってくれるんじゃないか。そんな風に考えていたのかもしれない。一歩、もう一歩。ようやく進んだ頃には、太陽も山の彼方に半分進んだ夕暮れ時になっていた。茜色の火に照らされたちーちゃんの顔は、今まで見たどの表情よりも悲しげだった。きっと北極の冷たい海に住んでいく人はこんな顔をしてるに違いない。冷たくて透き通った海の底に、ゆらゆらと進んでいくじいちゃんを想像してしまって、私はますます強く指を握る。これを話したら、じいちゃんとはもう会えないって分かってしまったから。あのね、かごめちゃん。じいちゃんの指を掴んだ私の手をさらにじいちゃんの手が覆う。いつもは安心できれたのに、今の私は得体の知れない不安を感じてしまう。それでも黙ってじいちゃんの言葉を待った。今夜、根の刻。かごめちゃんの家は火事になるよ。え？とても大きな火事になるのよ。私はミーを疑った。今夜うちが火事になるの？私も古い家の子だから、根の刻っていうのが、いつのことかぐらいは知ってる。真夜中の0時から2時間が根の刻だ。そんな遅い時間にうちが燃えてしまう？まさかと笑い飛ばしたいけれど、でもちいちゃん、嘘や冗談を言うような女の子じゃない。それに、嘘や冗談を言ってる様子でもない。思い詰めた顔から、その言葉が本気なんだって伝わってくる。そして、ちーちゃんがこんなにも悲しそうならば、そのことが原因なんだっていうのも。でも、だからって私には今、どうすればいいのかわからなかった。だいたい私の家が火事になることと、私たちがもう会えなくなることと、どんな関係があるっていうんだろう。遠くを見ていたちーちゃんは、私のおでこに自分のおでこがくっつくほど、顔を近づけていった。だから、ゴミちゃん、今夜眠らないで。ちーちゃん、約束して、絶対眠らないって。ね。ちーちゃんの目はとても真剣で、だから私もよくわからねえもうなずいた。わかった。約束する。じゃあ、いびきり現場ね。やっと少しだけちーちゃんが笑顔を浮かべて小指をすらした。私もその小指に自分の小指をそっと絡める。指切った。っていう前に、ちーちゃんは本当に静かな声で伝えた。バイバイ、かごめちゃん。ちーちゃん、指切った。勢いよく小指をほどいて、ちーちゃんはそのまま走り去ってしまった。一度も私を振り返らずに、バイバイも薄くれないで。ちーちゃん。気がつくと私は、ちーちゃんが消えた野原に向かって駆け出していた。かごめちゃんとは今日で別れなの。今さっき聞いたちーちゃんの声が頭の中で繰り返される。お別れってもう会えないってことなの？嫌だよ、そんなの絶対に嫌。ちーちゃんいるんでしょ？いるなら返事してよ。私は自分でもびっくりするぐらいの大声でちーちゃんの名前を叫び続けるけれど、その声は洞窟の中みたいに辺りに響くだけで、ちーちゃんからの返事は返ってこない。どうして？私たちお友達じゃなかったの？意地悪しないでよ。涙が溢れて目の前がぼやけていた私は何かにつまずいてその場に倒れてしまう。痛いよ、ちーちゃん。手の甲で一生懸命に涙を拭くと赤くすりむけたいざこざが見える。どうしてこんなことになったんだろう。さっきまではここにいたのに。ずっと一緒だと思ったのに。ひょっとして私を助けてくれたから会えなかったの？ねえ、教えてよ、ちーちゃん。教えてよ。私はようやく地面にしゃがみ込んで泣いた。もう会えない。初めての友達のために。どんなに悲しいことがあったっていつもと同じようにお腹が空くし、夜は来る。何でもないようなふりで一日を終え、私は布団に入っていた。枕元にはおばあちゃんが座り、いつものようにうちらで仰いでくれてる。寝る前にはあれこれとお話しするのが習慣だったけど、今日はそんな気分になれなくて、私は寝たふりをしていた。
もちろん、砂分けはちいちゃんだ。あの子の言葉が身にこぶりついていたから。かごみちゃん、今夜は眠らないで。本当なのかな？どうしても信じきれない。だったら寝てしまえばいいのに。でも、ちいちゃんが嘘を言う子だとも思えない。それに寝ないって約束もした。本当に火事になるの？お家が燃えてなくなるの？本当なら大変だ。もう出なかい？目を閉じ、息を薄めてると、おばあちゃんが褒めるような気配がして、後ろの風が止んだ。もし、もしだ。本当に火事になったら、おばあちゃんどうなるだろう。ちいちゃんの言葉を知らないおばあちゃんは死んじゃう。でも、ちいちゃんの教えてくれたことが嘘だったら。もしそうなら、私は怒られるかもしれない。そのことはお父様の身に驚き、ひどく叱られる。お父様にこれ以上ないくらい叱られるところを想像すると、胸が早鳴った。おやすみ、ごめん。布団を直し、枕元の小さなライトを消すと、おばあちゃんは静かに部屋の戸を開けた。おばあちゃんに言うのは今しかない。どうしよう。ちいちゃんの言葉を信じておばあちゃんに教えるのか、それともこのまま黙っているのか。私は、さあ、ということで、ここで来ますか。これ結構大きな分岐になりそうな感じがしますよね。俺ね、ここだと思うんだよな。最後の一個。使うタイミング、ここまでのね、鴨泉さんのね感じを見る限りだと使い時ここな気がするな。最後のパリ1いきましょうか。おばあちゃん、おや、起きちゃったのかい。ドキンドキンと胸が速くなる。もし、ちいちゃんの言うことが本当なら、おばあちゃんだけでも助けなきゃ。だから私は思い切っておばあちゃんに言った。あのね、今晩、根の国に火事が起きるの。え？おばあちゃんびっくりしたような顔してた。本当なの？ちいちゃんが教えてくれたの。早く言わなきゃ。そう思うと、喉がカラカラに乾く。それでもおばあちゃん、いつものように私の話をしっかりと聞いてくれた。あらまあ、それは大変だね。でもおばあちゃんから返ってきた言葉はとてものんきなものだった。信じてくれていない。夢で見たことがごちゃになって寝ぼけているのかね。寝ぼけてなんかいないよ。さっきだってダフリをしてたんだから。はいはい、真面目に聞いてよ。おばあちゃん笑ってる。私の言うことを寝ぼけた何かと勘違いしてる。どうしようどうしよう。信じてもらうように頑張っていったけど、おばあちゃんは困り顔をするばかりだった。さあ今度はちゃんと寝ようか。寝かごめん。おばあちゃん大丈夫。もし火事になったら、おばあちゃんがすぐに助けに来るから。本当？じゃあおばあちゃんも寝ないで起きてくれる？なあ、指切りしちゃっていいよ。だからおやすみ。おばあちゃん指切りしてくれた。そして私が目を閉じたすぐ後に静かに襖が閉まる気配がした。よかった。ねえ、ちいちゃん。ちいちゃんのおかげで助かる人がまた増えたよ。けど、それを伝えたいちいちゃんにはもう会えない。もう私、かごめちゃんには会えない。ちいちゃんの言葉が耳の奥にこびりついて離れない。何度思い返したって悲しいだけなのに、何度も何度も繰り返してしまう。その度に、胸がズキンズキンと真新しい痛みを訴える。ちいちゃん、寂しいよ。おばあず、つぶやいたら、今度は涙が出てきた。ずっと我慢してたけど、もう限界だったのかもしれない。誰にも気づかれないように、私は夏掛けを頭から被って泣いた。ちいちゃん、私のこと嫌いになってたの？私たち、もうお友達じゃないの？どうしてもう会えないの？どうして？初めてできたお友達なのに、こんな風にお別れするなんて悲しすぎる。私は布団を剥いで、枕元のお人形を見つめた。お人形の右手にはお祭りで買った指輪がはまってる。指輪はお人形の右手にちょうどいい大きさだったんで、私が寝てる間お人形に預けることにしてるんだ。ちいちゃん、お人形の名前も一緒に考える約束したのに、指切り現場もしたのに、秘密の場所も私だけに教えてくれたのに、お揃いで買った指輪は友達の歌じゃなかったの？今夜やけに時計の音が大きく聞こえる。虫の音も、火の外れの音もちっともしなくて、世界に私しかいないんじゃないかって気になる。
ちーちゃんもお父さんもお母さんもばあちゃんも、初めからいなくて全部夢なんだよって、言い聞かされたみたいに。そんなことを考えたせいか、やけに心細くて泣そうというように見るする。泣きすぎたのか、まぶたが熱くて、腫れぼったい。それに喉もカラカラだった。お水でも飲みに行こうと私は布団から起き上がった。ぼんやりと掛け時計が見える。時計の上昇と断信が10人のところでぴったりと重なっていた。私はちーちゃんの言葉を思い出した。今夜、根の刻、かごめちゃんの家は火事になるよ。約束して、絶対眠らないって。なんだか変な匂いがする。何の匂い？それにこの音。わあ。何か燃えてる？襖を開けた私は絶句してそこに立ち尽くした。見慣れた私の家は真っ赤な炎に埋め尽くされていた。廊下も壁も障子も棚も何もかも、襖に触れたままでも膝も体全部が触れていた。このままでは危ないと分かっているのに、目は火に釘付けになったまま。目の前に柱が倒れてきて、ようやく私は我に返った。でも煙に見せてしまって声にならない。それでも私は叫ぶことを止められなかった。ばあちゃん、母さん、狂ったように踊る炎に私は必死で目を凝らす。その中におばあちゃんやお母さんがいるんじゃないかと思って。でも炎の熱気は私の顔やまつげを焼いてしまいそうで耐えきれずにすまんしめた。少しだけ熱気と煙はやられたけど、こんな薄い襖なんてきっとあっという間に燃え尽きてしまう。どうしよう、ばあちゃん、怖いよ。襖から一番遠い壁に背中をつけてると、縁側の方から声聞こえた。かごめ、かごめや。ばあちゃん、さっき閉めたばかりの襖は、やすやすと燃え尽きて、火は畳の上を走って私へと迫ってくる。もう顔は涙と煙でくしゃくしゃになってる。かごめ。ばあちゃんがいる。よかった、縁側逃げたんだ。ばあちゃん、私はすぐでもばあちゃんの声聞きたかったけど、目の前には大きな炎が立ちはだかる。ばあちゃん、あ、ごめんや、こっちに来ちゃいけないよ。え、何言ってるの、そっちは。そう、私が今いる場所は火に包まれたお家の中。どうしてそっちに行っちゃダメか、私、ばあちゃんの言うことがわからない。私は縁側の反対側、家の中を見た。さっきまでのおまけを残してるのではない。まるで炎の回廊だ。目まぐるしく動き回り、みるみる家の中を燃やしていく炎をじっと見ていると怖くて叫び出しそうになる。でもそれを我慢して私は考えた。おばあちゃんいつだって変なこと言わなかった。いつだって私を可愛がってくれた。だから今だっておばあちゃんが正しい。おばあちゃんの言葉が途切れた。何か起きたのかと私はおばあちゃんを見ようとした時、大きな音、崩れ落ちる柱、飛び散る火の粉、揺れる畳、そしておばあちゃんに乗せかかろうとする瓦礫の山。私は弾かれたように走った。家の中を舐め尽くしている火の中を駆け抜けた。走りながら泣いていた。おばあちゃんがもういないからじゃない。最後におばあちゃんが私に向かって笑っていたからだ。逃げなきゃ、助からなくちゃいけない。なのにそれなりに私の行く先を塞ごうとするように、上から壁が炎と一緒になって吹き込んでいた。よりによって鴨泉の屋敷が、もうお手の施しようもねえな。助かったのはお嬢さんだけだわね。幸せなことが不幸なことがわからんね。まったくだ。誰かの話す声がする。誰だろう。お父様の声とは違う。またお客さんが来てるのかな。それなら私はお家にいない方がいいだろう。今日も人形と遊んでいるか、どこに行って遊ぼう。何をしたら楽しいかな。うん、一人で遊んだって何にも楽しくなんかない。私、お友達が欲しいんだ。でも私にお友達はいない。私と会ってくれる子なんていないんだ。なるよ。だって私たちもう友達でしょ？
しーちゃん。目を開けた私の前にあったのは、ちーさんの姿ではなくて、夜の闇に浮かび上がる瓦礫の山だった。それは私の家だってことに気づいたのはしばらくしてからだ。よくよく目を凝らしてみれば、いくらか家の名残が見えて取れる。おばあちゃんが使っていたタンスや私の好きだった匂いし、だけどそれは本当にただの残骸で、私の家はもう綺麗さっぱりなくなってるのと同じだった。瓦礫に飲まれていくおばあちゃんを見たところまでは覚えてるけど、その先の記憶はない。きっと無我夢中で逃げ出してきたんだろう。その証拠に私の寝巻きはあちこちが焦げてる。やけどはスマイルの体はちょっと浮かしただけでもあちこちに鋭い痛みが走った。右腕なんかどっかで釘でも引っ掛けたのか、深い傷が並んで走ってる。さすがにもう血は乾いていたけど、じんじん痛みが響いてくる。でもそんな痛みなんてどうってことなかった。胸の痛みに比べたら。誰も私のことを気にかけてなんていなかったし、私も誰かに尋ねたりしなかったけど、頭でははっきり分かっていた。もう私の家族はいないんだってこと。怖かったお父さんも、寂しそうだったお母さんも、大好きだったおばあちゃんも、誰もいなくなってしまったんだって。その事実は不思議なほどストンと私の目にはまった。あんまりにも大きなことだからか、悲しいとか寂しいとかの感情はない。ただ一人になっちゃったんだって、そう思うんだけど。私は痛む体でゆっくり立ち上がって、私のままかつて私の家だったところへ近づいた。ちゃんとこの目で見なくちゃいけないと思ったから。私が家族を失ったことを、これからは本当に一人で生きていかなくちゃいけないんだって現実を確かめておくために。あんなに大きかった私の家だけど、明け落ちてしまえばただのゴミの山だった。ほんの数時間前まで私の部屋だった場所だけはかろうじて部屋としての天才を保ってる。でもみんなすまみるか水浸しになっていて使い物にはならないだろう。壁にかかっていた時計は巣だらけになって12時ぴったりで止まっていた。今夜寝の刻、かごめちゃんの家は火事になるよ。とても大きな火事になるのよ。火事はちいちゃんの言通りに起きたんだ。そうだ、指輪。お気に入りだった服や本はもうダメだろうけど、お人形と指輪なら残ってるかもしれない。他の部屋と違って私の部屋は比較的綺麗な状態で残ってるから。私は鏡込むと散乱したものを溶かし始めた。全部失ってしまった今だこそ、せめて指輪だけは持っていたい。私の初めてのお友達とのかけがえのない思い出なんかしたから。なんだろう、急に涙がポタポタ溢れてきた。視界がぼやけると傷が痛むけど、私は手を止めない。指輪を見つけなくちゃいけない。涙が焦げた髪の上に次々落ちていく。指輪もお人形を見つからない。どうしたろう。あんなにしっかりした作りのお人形とガラスの入った指輪なのに、どうして。綺麗なままでなくてもいい。燃えかすでも溶けたガラスのふらあってよかった。せめて一部分でもいいから持っていたのに、まるで誰かが持っていったみたいにお人形も指輪も見つからない。誰かが持っていったみたいに。しーちゃんが持って行っちゃったんだろうか。そんなにお人形しちゃったの。それなら言ってくれればよかったのに。お人形なんていくらでもあげたのに。ねえしーちゃん、こんなところにいたのかい。おや、突然体が浮いたかと思うと、私は誰かに抱き上げられていた。声から若い男の人だってことは分かったけど、顔を見ることはできない。男の人は私の背中を軽く抱きながら言った。少し休んだ方がいいよ。でもだって君の家には女の子は放火したって噂になってるんだ。いずれ警察に事情を聞かれて大変になるから、今は少しでも休んだ方がいいんだよ。女の子は放火した？私の言葉に男の人は少し当てられだった。な、君のことじゃないよ。それは心配しなくていい。男の人は何かあれこれ言っていたようだけど、もうそんなの私の身には届いていなかった。今夜根の刻、かごめちゃんの家は火事になるよ。確信満ちた父ちゃんの言葉。女の子が放火したって噂な。男の人が漏らした一言。そんなはずない。だけどじゃあどうして、ちーちゃんは火事のことを知ってたんだろう。考えれば考えるほど頭は混乱して、言葉の代わりに涙ばっかりが溢れ出す。どうして。君は疲れてるんだ。もう休み。
男の人は片手で私の体を押さえたままゆっくり背中を撫でてくれた。そうされてようやく私はもう自分が天涯孤独なんだって気がついて大きな声で泣いた。こんな家なくなっちゃえばいいな。私があんなこと言ったから本当に私の家はなくなってしまった。ごめんなさい、ごめんなさい。お父様、お母様、おばあちゃん、私はとてもいけない子です。火事から数日が経った。家の瓦礫は片付けられ、私の体についた傷も次第に治っていった。ただ右腕についた傷だけが何かを訴えるように跡を残していたけど、そんなことは心底どうでもよかった。私には時間の感覚ではなくて、まるで世界は勝手に動き続けるようだ。周囲のことも自分の心の中もよく見えなかった。何もかも映画の中のことみたいに遠かった。その間ずっと頭の中では何か考えていたようにも思うけれど、それはまだ言葉にできるもんじゃない。だから私はやっぱりただ呆然としてるのと同じだった。私は近所の宇治子さんの家に預けられていて、その日は警察の人に呼び出され、村を降りた麓の町まで来ていた。冷たくて硬い事務椅子に座った私の前には、やっぱり冷たくて四角い事務机があって、電気スタンドが置いてあった。椅子も机もスタンドも灰色で、昼間なのにどんよりとした重苦しい部屋だった。お嬢さん、お嬢さんが目を覚ました時にはもう火事だったのかな。火事から逃げる時誰か見なかったかな。私は無言で足をぶらつかせていた。答えたところで家族が帰ってくるわけじゃないし、それなら火事のことなんて思い出したくなかったから。部屋に入ってから一言も口を聞かないどころか、顔を上げようともしない私におまわりさんはため息をついたようだ。それでも私は相手の顔を見ることもなく、ただひたすら揺れる自分のつま先だけを凝視していた。だからドアが開いた時もやっぱりうつむいたままだった。いやいや、お取り込み中でしたか。いえ、あの県警の小倉と申します。こちらのお嬢さんとちょっと話を進まれたくてね。ああ。どうやらまた新しい人が来てもらえた。床を見てる私の視界の端っこで男の人たちの足がせわしなく動く。うん、すっかり綺麗になったね。覚えてる？って覚えてるわけないよね。この間もあったんだけど、それどころじゃなかっただろうしね。どこかで聞いた声だと思ったら、火事の夜に私を抱っこした人の声だった。それに気づいたらなんだか恥ずかしくて、私は意地になって床を睨みつけた。でも小倉と名乗った男はお前なしにベラベラ喋ってる。髪切ったんだね。そっか、火事であちこち焦げちゃったのかな。それで切ったんだ。怖いね、火事は。でもおかっぱもよく似合うよ、お人形さんみたいでさ。私の返事なんて期待してないんだって言うみたいに、小倉という人は喋りながら開いたノートに鉛筆を走らせていた。あの晩も思ったけど、かごみちゃん、君大人になったらすごい美人になるよ。この人何がしたいんだろう。ノートには見る見るうちに女の子の絵が仕上がっていく。真っ黒なおかっぱ、私の似顔絵だろうか。そんなものを書いて私のご機嫌を取ろうとしても知るかもしれない。バカみたいと私は思った。でさ、君、こんな感じの女の子知らないかな。トンと開いたまま立てられた。ノートに書かれていたのは私じゃなかった。よく似てるけど、でも違う。それはちいちゃんの顔だ。実はさ、火事の晩、こんな感じの女の子が目撃されたんだよね。君と歳が近そうだから知ってるんじゃないかなと思ったんだけど、どう？黙り込んだ私には相変わらずお構いなしで、小倉って人は続ける。長い顔の半分はノートへ隠れて、私からは元ぐらいしか見えなかったけど、でもわかる。ふざけた声をしてるけど、この人はとても本気だってことが。しーちゃんが放火の犯人になって考えてるって。私は机の下で、手のひらをギュッと握りしめる。うわぁ、ここで選択肢か。知らないと嘘をつく、しーちゃんは友達だという。血なんじゃないのかなーって思うんですけどね。知らないと嘘をつくでいきましょうか。そんなの子知らない。私は知らない。そっか。
私は黙ってうつむいていた。うなずくと涙がこぼれてしまいそうだったから。ここで苦心しまったら、私はちーちゃんを売ってしまう気がするから。嘘をついたらエンマ様に舌を抜かれちゃうよっておばあちゃんに言われたけど、そんなことは終わってよかった。私にはいるかいないかわからないエンマ様なんかより、たった一人の友達、ちーちゃんの方がずっとずっと大切なんだ。それはお人形？お人形？そう、火事で焼けちゃったお人形。うん？とっさに得た言葉を聞くと、おぐろさんは、おどけたように肩をすくめる。顔なんて見えなくてもわかるぐらい、その声は私をバカにした声だった。嘘なんて全部お見通したのかもしれない。そのお人形は君のお人形？お人形の名前は？どうしてそんなの聞くの？それだけ言って、おぐろさんはひどい椅子を鳴らして背中を向けた。どうしてこの人は私の嫌なこと、辛いことばっかり聞くのに、こんなふざけた態度なんだろう。溢れそうな涙の代わりに、私の口から一気に言葉が出た。お人形の名前なんか関係ないじゃない。うまくしちゃったんだから、お人形を見守。指輪、椅子をきしませながら、右に左に体を揺らしておぐろさんはピタッと止まった。そういえば、あの晩も何か探したもんね。その指輪を探したの？黙ったまま進めて私の頭に、温かな手のひらが触れた。うわここでもか。手を跳ねのける。我慢しなくちゃ。ダメ。我慢しなくちゃ。ここで手を払ったら余計に怪しまれちゃう。この日だけは私としーちゃんがお友達だって知られちゃいけない。そう思って口をギュッと強く結ぶと、小倉さんは肩をすくめておどけた仕草をする。まあ、いっか。そう言ってくしゃくしゃと荒っぽく髪を塗る。ごめんね。疲れてるのにいろんなこと聞いちゃって。謝るぐらいなら最初から聞かなければいいのに。そう思ったけど、私はそれを口に出すことはできなかった。髪を塗る手のひらの感触をもう少しだけ感じていたかったからかもしれない。よく考えてみれば、誰かに頭を撫でてもらったのも、それを嬉しいと感じたのも、あれが最後だったような気がする。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。